アルバトロス,アトロス DV アルバトロス DV アルバトロス DV は第一次世界大戦中にドイツ帝国軍航空隊によって使用された戦闘機である。DV はアルバトロス DI に始まる一連の戦闘機の最後のものであるとともに最後に実戦に参加したアルバトロス戦闘機である。よく知られた弱点と全体的な旧式化にもかかわらず1918年 前半に生産が停止されるまで、およそ900機の DV と1612機の DV が、制作された。DV は、対戦の終わりまで任務についていた。イギリスに捕獲され、イギリスの国籍標識をつけた、アルバトロス DV マンフレートフォン、リヒト方編のアルバトロス DV アルバトロス DV1917 年4月、アルバトロス社は、ビットフライブから、 D3 の改良型の製作を命じられた。試作機はその月の下旬に初飛行した。新型機、DV は D3 によく似ており、同じ170馬力のメルセデス D、E やエンジンを使用していた。最も顕著な違いは、D3 よりも3 2ラムも軽くなった、楕円形断面の新しい胴体であり、その両側には縦通り材が増設されていた。 試作型の DV はヨハニスタール工場製の D3 と同じ標準的な方向打を持っていたが、生産型は東ドイツアルバトロス製の D3 に装備された大型の方向打を使用した。DV もまた大きなスピナーと腹びれが外観上の特徴であった。DV の上翼は胴体に 12cm 近づけられ、また下翼はフェアリングなしで胴体に取り付けられていた。 翼自体は補助翼操作用のケーブルの取り付けが修正されたほかは標準的な D3 とほとんど同一であった。この理由からイットフライグは胴体の構造試験は行ったが翼には行わなかった。DV の初期型は大きなヘッドレストを特徴としていたが、これはパイロットの視界を妨げるという理由から実戦部隊では外されることが多かったため、 結局生産型からも除かれることになった。パレスチナ方面に配備される機体には、高温環境に対応するため、翼面ラジエーターが2機装備された。イットフライグは1917年4月に200機の DV の生産契約を締結したが、さらに5月に400機、7月に300機の追加発注を行った。初期の DV は、 シュナイデミュール工場が1917年の最後まで D3 の生産を続けたため、ヨハニス・タール工場のみで生産された。DV は1917年5月に実践に投入されたが、以前の D3 と同じくすぐに下翼の構造の欠陥が表面化した。伝えられるところでは DV の翼の欠陥は D3 よりずっと深刻であったことをされている。 上翼の外側部分にも問題があり、そのため追加の挑戦が必要となった。加えて DV の性能向上は極わずかなものにとどまり、これは最前線のパイロットをかなり困惑させ、その多くが以前の D3 の方を好む結果となった。マンフレート本リヒト方編は特にこのシンガー多岐に批判的であり、1917年7月の手紙の中でイギリス機に比べて、 全く時代遅れで、途方もなく劣っており、この飛行機では何もすることができないと書いている。捕獲した機体で行った、イギリスの試験では、DV は、軌道が遅く、操縦は重く、飛ばすのに、骨の折れる飛行機であることが判明した。アルバトロス社は、DV を持って、これに応えた。DV はより強い酔っけた、より重いリブ材と補強された胴体を備えていた。DV はまた、 より敏感な制御を実現するために補助翼のケーブルリンケージを D3 のものに戻しており実際 D3 と D バの翼は交換可能だったただし D バでは翼間支柱と下翼前円とをつなぐ小さな支柱が追加されていたこれらの修正により D バの重量増加は高圧縮比の180馬力メルセデス D ファイオエンジンの使用によって搭載された。イットフライグは1917年8月に262機の D バを発注し、9月に250機、10月にはさらに550機を追加した。東ドイツアルバトロス社は D3 の生産を続けていたが、10月に600機の D バの発注を受けた。D バの配備は1917年10月に始まった。 フォッカードクター I の構造欠陥問題や、プファルツ D3 の平凡な性能などから、1918年夏に、フォッカー D7 が配備されるまで、ドイツ帝国軍航空隊には、d v 以外の現実的選択肢がなかった。DV の生産は1918年4月に終了した。1918年5月の時点では131機の DV と928機の d v のディーバが、 西部戦線で活動していた。生産は終了したが、d ーバが対戦の休戦までの期間、任務にとどまった。現在、2機の d ーバが博物館で保管されている。シリアル D-7161-17 は、アメリカ合衆国ワシントン DC の国立航空宇宙博物館に、シリアル D-5390-17 は、オーストラリアのキャンベーラにある。 オーストラリア戦争記念館にある。近年になって、アルバトロス DV の複製機が少数製作された。最も有名な飛行可能な機体は、エドアルト・リッター・本主来引きの塗装を施されたもので、オールド・ラインベック・エアロドロームで運用されている。この機体は、原型のメルテデス D2 液冷エンジンでなく、フェアチャイルド・レインジャー6気筒エンジンの改造系を装備している。 アルバトロス DV 初言性能武装。ありがとうございます。